ミリメートルは長さの SI 単位で1、1000メートルである。マイクロメートル、ミリメートル、センチメートル、ミリメートルの前の M は1000分の1を表す SI 接頭時であり、後の M はメートルの単位記号である。したがって2つの M は小文字、立体で表記しなければならない。時に MM と大文字で書かれることがあるが、これは誤りである。 単位記号で大文字の M はメガと混同されることもある。日本では1980年頃まで、慣習的に M マイメートルと書かれることがあったが、これも誤りである。M マイメートルは、平面角の単位であるラジアンを SI 基本単位のみによる表現とした場合に、便宜的に使われる表現であり、ラジアンイコール M マイメートルと書くことができる。日本の漢字では、 ミリメートルと表記することがあるが、計量法では使用することはできない。また、ミリメートルに限らず、メートル法では、千分の一を意味する単位の頭には、ミリがつくが、単に、ミリといった場合に、ミリメートルの略語として使用される例がある。ミリメートルの公式の英語の綴りは、ミリメートルで、ミリメーターに近い発音である。ただし、 米国での1 9 7 7年以降、例外的にミリメートルとしている。ミリメートルは一語であり、ミリメートルと話して書くことはできない。ミリメートルの発音では、窃盗語であるミリの最初のシラブルに、強アクセントがある。これは、キロメートル、ナノメートルなどの倍量単位、分量単位の英語発音でも同じである。詳細は、 メートル派生後の英語発音を参照のこと。なお、単位、メートルに由来しない、メートルで終わる語のアクセントは、その直前にあるのが普通である。例えばスピードメーターのアクセントは、スピードマイナスの第2シラブルに、強アクセントがある。製図における寸法は、100ミリメートルや1000ミリメートルを超えるような大きな、長さであっても、ミリメートルで、表記するのが普通である。 また、ミリメートルは、降水量の単位としても用いられ、気象情報の報道など許容される場面では、ミリとも省略される。気象庁では、風速の単位は、メートル毎秒、降水量の単位は、ミリメートルを用いており、統計資料を示す場合は、正確な単位表現を用いています。一方、気象情報では、社会一般での使われ方や、 時数制限のある情報内での利用を考慮して、風速の単位のメートル毎秒をメートル、降水量の単位のミリメートルをミリとするなど、一部を省略した単位表記を行っています。これらの表記は誤解されることがないよう、報道機関などのご意見を聞いて決めています。気象庁ウェブサイト、よくある質問集、フレンチトランスレーションオブアイム入り、コリンズ・イングリッシュ、 フレンチディクショナリー、ハーパーコーランズ、2017年8月16日、閲覧。軽量単位規則別表第3、折頭5ミリの欄、立体の M となっている。軽量単位規則別表第2、長さの欄、記号は、立体の M となっている。国際単位系は、世界共通のルールです3ページ目の右下の、誤りやすい、単位記号の例として、 30m が示されている。以下はキロを k と表記することについての注意であるが、ミリを m とすること、及びメートルを m とすることにも適用される。軽量単位の SI 化にかかる Q&A2009 年7月17日時点のアーカイブ95ット後のキロに大文字の k を使用することは可能か。英語 SI のルールでは、大文字の k は、 温度の軽量単位でアルケルビンを表す記号ですので、誤解を生む要因となります。したがって、正しく小文字の K を使用すべきです。特に、欧州や ISO などでは、記号も含めて整合性を求められますので、正しい記号を使用することを、お勧めします。なお、軽量法は、軽量単位記号については、標準となるべきものを定めていますので、 大文字の K を用いることに罰則が伴うものではありません。国際単位系のページ3日本語無教会誌への採用日本語無教会誌第55巻第5号日本語無教会1982年326から331ページドイ10.2324ゴム55.326国際単位系 第9版日本語版産業技術総合研究所、計量標準総合センター、P106 表4、2020年4月、国際単位系、第9版日本語版産業技術総合研究所、計量標準総合センター、P112、2020年4月、同様に、説頭後の名称も、それが結合している単位の名称と不可分である。このため、例えば、ミリメートル、 マイクロパスカル、メガニュートンは、一語である。よくある質問集、雨、雪について、降水量の谷は、ミリメートルなのに、メートルを省略して、ミリと言っているのはなぜですか気象庁。2021年7月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年10月10日閲覧。ありがとうございます。